はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2012年度のお茶の美術女子大の入試問題です。サイクロイドと同じような似たような曲線でトロコイドと言われるのが題材になってます。ちょっと文章が長いので止めていただいて読んで、問題を確認してください。それでは解説に入っていきたいと思います。まず1番ですね。回転した角をシータとすると、まあ、図においてですね、ここの角をシータとすると、点 P の座標は 2θ-sinθ、 2-cosθ で与えられることを示せというわけですが、まずこの R の座標ですね、この R の座標は、2θ2 となります。まあ、これで与えられることを示せっていうふうに親切になってますよね。ちゃんと x イコール、θ の媒介変数表示が与えられてるわけです。これ通常与えられてなかったりします。サイクロイドとか、それから、外サイクロイドとか内サイクロイドとか、まあ、いろいろなサイクロイドのその類似形がありますけど、基本的に、xy が θ の形で書けるわけですけど、θ の式が書かれてなかったりしますよね。これは親切に書かれているので、そこを丹念に見ていけばいいというだけの話です。で、ここが、まあ、半径が2なので、ここが θ になった時に、ここ 2θ ですよね。 2θ だけいた時に θ だけ回転すると。で、点 P の求め方ですけど、このベクトルに着目するわけですよね。この RP ベクトルですね。 RP ベクトルが、いくつになるのかと、まあ、これの成分を考えればいいわけです。 RP ベクトルはこれ、今ここの角度 α にしてますよね。これ cosα sinα とこういうふうに書けます。で、 α の値は、2分の 3π から、θ を引いたものです。2分の 3π 引く θ と書けますので、ここに2分の 3π マイナス θα 代入して、これ計算すればいいんです。で、そうすると、マイナス2分の 3π ですから、変わりますよね、これね。サインとコサインが入れ替わって、マイナスサイン θ か。マイナスサイン θ の、マイナスコサイン θ というふうになって、で、あと代入すればいいわけですね。OP ベクトルですから、OP ベクトルは、P の座標、R の座標ですね、2θ と2の座標と、それから、このベクトル、このベクトル足すこのオレンジの RP ベクトルなわけですから、マイナスサイン θ のマイナスコサイン θ で足し算して計算すれば、この、台の式になります。 2θ マイナスサイン θ の2マイナスコサイン θ とという形になって、証明が終わります。これでいいですね。はい、では次第2問に行きます。点 P における C の方線と X 軸の交点を Q とする、まあ、ここに接線を引いてそれに直交する線ですね。これですね。これと、まあ、X 軸との交点を Q とすると言ってます。なのでここですね。で、 PQ の長さが最大となるような点 P を求めようというですね。はい、点 P において接線に直交する直線を方線というと親切に書いてありますが、まあ、方線の定義は知らないとまずいかなと思います。方線の定義は、接線に直交する直線のことですね。はい、ではこれは求めていきましょう。こっち側に行きますね。はい、接線がこうあるときに、この接線のベクトル、微分したものは接ベクトルになってます。ということで、これ方線から見ると、接線のこの接ベクトルが方線ベクトルなんですね。つまりこれ、接ベクトルは、まあ、接ベクトルか速度ベクトルとも言われますけど、 dxdθ、dydθ ですね。これが、速度を表すベクトルで、これが接線方向を向いてます。で、これが、方線の方線ベクトルになります。なんかは紛らわしいですけど、方線の方線ベクトルになるということですね。ということで、
まあ、これを係数にする、XY の方程式を立てればいいということです。したがって DXDθはこれ計算すると 2-cosθ になって、それから DYDθもこれ計算すると sinθ になります。ということは、これを係数に持つ、一次方程式 XY の方程式ですね。それが方線になるわけですから、2-cosθ の点 P の座標 x-2θ-sinθ、それから、sinθ の y-2-cosθ イコール0という式が方線の方程式になります。方線の方程式はこうなるということですね。ここにその dxdθ と dydθ が来てるのは、これが接ベクトルになってるものが、これがその速度ベクトルですね、これが方線ベクトルになってるからです。つまり、ax たす by イコール c という形のものは、この直線は、方線ベクトルが ab になってますよね。で、点 x0 y0 を通るんだとしたら、この直線は a カッコ x-x0 たす b カッコ y-y0 イコール0という形にかけるということですね。x0y0 を通って、方線が ab の直線はこうかけるということです。で、その公式を使っただけですね。で、今q の座標を出したいので y イコール0を代入します。これをもう早々に代入してしまって、代入して q を求める。と、ここに0を代入することになりますよね。そうすると 2-cosθ で割れるんですよ。ここの式で完全に割れてしまいます。で、残った式はどうなるかというと x-2θ-sinθ です。それから、-sinθ イコール0となります。したがって x イコール 2θ となります。つまり Q の座標は 2θ0 ということになるんですね。これが答えです。Q の座標ですね。今、PQ の長さが最大となるような点 P を求めようということなので、まだこれ2番の答えではないですね。途中ですけど、これ今方線がちょうどこの 2θ のところ、この円の接点ですね、地面との接点のところを通ることを意味しています。これは地名ではないかなと思ったんですけど、でも、推測はできます。これ、例えばサイクロイドでもこれが起こるんですけども、ちょっとこの辺を、詰めていきましょう。一回ちょっとこれ消しますね。なんでこれがその言えるのかということについてお話をしたいと思います。サイクロイドとか、トロコイドについて、この速度ベクトルを考える上で大事なのは、この点 P が、例えばサイクロイドだったらここの点にありますよね。で、点 P は、この円だけで見るとこの周上を回転する点の軌跡になります。速度一定で回転する点の軌跡になるわけです。同時にこちらに、例えば一定の速度で移動しています。例えば v イコール1としましょうか。右の方向に、正の方向に v イコール1で動くっていった場合に、同時にこのベクトルは、点は、円上を速度1のベクトルでこう動くことになります。とすると速度ベクトルはどうなるかというと、もともとその点 P は単独で見ると、この円上だけの運動で見ると円の周りは速度1で動いてるわけです。 V の大きさは1です。でもまあ、外の座標系から見ると円はこの外に、右側の方向に V イコール1で動いてるわけです。そうすると全体的にその速度はこの斜め45度の方向になりますよね。ってことは、大きさはルート2になるということです。で、この点における方線というのはちょうど直交する方向なので、これ原点通りますよね。
だからサイクルの時も同じことが言えるなということがわかると思います。はい。で、速度ベクトルはこれだから変化するということですね。変化して例えば一番上に来た時、この時には、点 P は単独にこの円で見ると速さがこれ V が1でも、もともとその円は転がっているので、この速度 V が1が追加されて V イコール2になります。つまり1とこの1で、V が2になって、この値がトップに来た時が、一番速度最大になるということがわかります。逆に原点に戻った時には、サイクロイドは円の方向がこちらで V がこっちに向かっていて、逆に、円はこっちの方向に向かっているので、これちょうど同じ方向、逆方向を向いて V が相殺されて、V のベクトルはゼロベクトルになるわけですね。つまり、特異点が生じてしまうわけです。で、これで V がゼロってことは、微分ができないような点ができる原因になります。サイクロイドはこんな風になりますよね。こんな風になって、この尖った点ができますよね。ここでは一瞬 V が0になってるわけです。 V ベクトルが0になるような点というのは、こういう風に微分不可能な点ができる場合があります。はい。でもこのトロコイドの場合には、V は0にならないんですね。なぜかというと、円の速さに対して内側を回る、点 P の速度が遅いからです。同じ要領で考えると、半径が今度これ1の円ですよね。円上を回ってます。で、例えば V が、1で、動いた時に、点 P が外側にある時にはこんだけ動いたわけですね。こんだけ動いたわけです。ただし、その青いところなので、こんだけしか動けないわけです。つまり半分しか動けないので、V に対してこの V の大きさは、こちらの大きさは、2分の1ということになります。大きさですね。ということは、その合計はこの2に対して1ですから、こういう斜め45度ではなくて、若干その傾いた形になります。でもこの場合も、垂直なベクトルを、方線ベクトルを考えると、ちょうどこれ、2で行って1上がってるけれども、ここ1で2ですから、これちょうど垂直方線取ったら原点取るの分かりますよね。だからこの点からも見ても、90度の時には、足元のところを原点を通るんだなというのが目で見て分かると思います。だから点 P でも方線取ると、ここ足元を通るわけですね、こういう垂直の線に対して、ということが言えるわけですよね。まあ、で、ただ、サイクロイドの時と違うのは、V がここに来た時ですね。ここに来た時に、こっち2分の1に対して、V は1ですので、差し引き、2分の1で、最小値が、2分の1になりますよね。だから、トップのところでは、2分の1と1で2分の3になる。ここでは2分の1になるので、まあ、いずれにしても V は0にならないわけです。V は常に0ベクトルにはならなくて、これは、滑らかな曲線になります。V が0でならないところは微分ができるので、基本的に接線が引けるんですね。だから、これはその微分ができる滑らかな関数になるということがわかります。はい。で、今、ここの点が、Q が、2θ の0ということが分かったわけですよね。あとは PQ の2乗を計算すればいいわけです。というわけで、PQ の2乗を計算しましょう。これ、sin の2乗を θ プラス cosθ マイナス2の2乗ですね。なので、これ展開すれば sin の2乗 θ 足す cosθ の2乗 θ マイナス4コサインシータ足す4ですかね。そうすると5マイナス4コサインシータとなって、これはコサインシータイコールマイナス1の時ですね。の時にマックスになります。つまりシータイコールパイの時に、PQ の2乗がマックス9になります。ということで、PQ は3ということですね。PQ は3になり、
PQ は、C 対イコール π の時なので π なので元の方程式ですね、 x イコール 2θ マイナス sinθ、 それから y イコール、2マイナス cosθ でしたね。この元の方程式に θ イコール π を代入して、代入して x と y の値が出てきます。その点 P が答えということになります。つまり 2π3 ですね。この時に最大ということになります。最大値は3ということですね。よろしいですかね。はい。点 P を求めるだから、これが答えですね。最大値は聞かれてはないですね。はい、次3番です。3番は、曲線 C と X 軸肉直線 X イコール 0、 X イコール 4θ で、囲まれた図形を X 軸の周りに回転してできる、まあ、回転体の体積ですねを求めようという問題です。ここが 2θ に対してここが 4π になるところっていうのはどこかというと、まあこれ θ イコール 2π ですよね。θ イコール 2π なので 2θ イコール 4π ということは θ イコール 2π ということですよね。というわけなので、まあ一周ですね、一周分これ戻ってきたところがここだとしたら、ここまでの、部分のここまでの部分の、1回転した回転させた体積を求めなさいというわけです。というわけで、まあこれ積分で、あとはまあ時間積分をして計算すればいいということになります。はい、じゃあやっていきましょう。0から 4π までですね、ここがまあ 4π のところなので、まあ、形式的に書くと V は π の0から 4π までの y の2乗 dx です。ただしこれはそのこのまま y の式を x の式で書くことはできないので、置換積分をしなきゃいけません。つまり、0から2π までの y の2乗 dx dθ の dθ というふうに θ に変数変換して積分をします。あとはまあこれ dx dθ をまあこれ計算すれば dx dθ、 先ほども計算しましたね、ベクトルのね、速度ベクトルの時に計算した1マイナスコサイン θ ですね。あ、違う、 2マイナスコサイン θ ですね。2マイナスコサイン θ が出てくるので、ここがなんか同じになってしまって、結局 π の0から2π の2マイナスコサイン θ の2乗と、それからこれが出てくるので、これが出てくるので3乗 dθ になります。ということで、あとはこれ展開して、丁寧に計算していけばいいんですが、展開するとこれは8マイナス12コサイン θ プラス6コサイン2乗 θ マイナスコサイン3乗 θ dθ ですね。計算するのは全然構わないですけど、こういうところ容量が悪いと計算し始める人がいますが、これグラフ考えれば明らかに0ですよね。コサインのグラフ考えてみてください。コサインのグラフは、こうですよね、 2π までで、で π のところで、マイナス1を取って2分の π に関して点対称になってます。例えば0から π まで見て考えると、ここの図形とこの図形は合同な図形ですよね。で x 軸に関して、対称になってるので、まあ、こう要するにプラスでこっちはプラスでこっちマイナスになってるから、積分したら0になるわけです。で当然ここも同じなので、0から 2π まで積分したら0なわけですね。で cos3 乗も同じことが言えます。2分の π のところで0から π と π から 2π まで分けて、2分の π のところで点対称だってことが分かれば、これは0だというのが分かりますよね。まあ、こういうところで計算を省きます。というわけで、8-6 コサインの2乗ですね。8π が外に出て、
0から2パイまでの d シータマイナスプラス6パイの0から2パイのコサインの2乗シータ d シータになります。で、前半はいいですよね。これ2パイですから16パイの2乗ですよね。で、後ろはですね、6パイのこれ0から2分のパイの4倍のコサインの2乗シータ d シータというふうに変えます。で、2乗のコサインの式というのはこれ前化式があるんですよね。0から2分のパイのコサインの2乗シータ d シータっていうのは i2 って書かれて、まあ一般にここが n だったら in に対しては、n-1 ですね。n 分の n-1in-2 という前化式があります。したがってこの手の計算よく出てくるので前化式覚えておいた方がいいと思いますが、2分の2-1の i0 という形になって2分の i0 なんですね。で、 i0 は、0乗だから1なので2分の π です。つまり4分の π になります。ということで、この値は 16π の2乗を足す 6π かける、4かける4分の π という形で 16π の2乗足す、ここ約分されて 6π の2乗ですね。で、 22π と、これが答えです。まあ普通に計算しても出るんですが、例えば3倍角の公式使って計算しても結局サインが出てくるんですよね。だからそういったまあ無駄な計算をできるだけ排除して計算をしていった方がまあいいかなと思います。はい、まあちょっと、いろんな話をしましたけれども、サイクロイドとかですね、トロコイドとかに、まあ、ある程度慣れておいた方がいいかなと思います。典型問題ですけれども、割と出題率は高いですしね。この式をそもそも求められないと、ダメなケースが多いです。こうやってねヒントが出てるケースは、まあ、逆に、少ないかなと思うので、自分でこう考えて式を出せるような訓練をしておいた方がいいと思います。はい、というわけで2012年のお茶の水女子大学の入試問題でした。ご視聴ありがとうございました。